T&Amp, e ソフト、株式会社 t e ソフト、t e ソフトインクは、かつて存在した、日本のコンピューターゲームメーカー。パソコンゲーム創創期からの老舗ソフトハウスとして知られたが、右予曲折を経て、ドワンゴの参加となり、スパイクチュンソフト第3開発グループ、名古屋オフィスに再編された。2002年、平成14年に、 T&E ソフトは、社名を変更して、d ワンダーラ r ド、現代国やグローバルホールディングとなっており、便宜上級 T&E とする。その後別法人が同社名を継承したものを新、新 T&E とする。社名は創業者である兄の横山敏郎と弟の横山英治の名前から付けられたが後に、トライエキサイティングの略称へと変わり、最終的に、 テクノロジーエンターテインメントの略称へと変わて、言った。1982年、昭和57年に、工学者のパソコン雑誌、I-O2、NEC のパソコン PC-6001、シリーズ向けのゲームのプログラムリストを投稿、掲載し、そのゲームをパッケージ販売することで活動を開始し、1983年、昭和58年からは、 大市でのプログラムリスト公開をやめ、PC-6001 以外のタキシ展開をはじめ、2月に発売した 3D ゴルフシミュレーションがヒット。以後、国産の8ビットパソコンでは、スター・アーサー伝説シリーズ、ハイドライドシリーズ、ダイバーなどで名を馳せた人気ゲームソフトハウスだった。16ビットパソコン時代になると、3D ゴルフシミュレーションを引き継いだ1989年。 平成元年11月に発売したゴルフゲーム遥かなるオーガスタシリーズが看板作品になる。3D 表示システムパリシス、ポリシスを使用し発表当時にこのシステムで10年枠と公言していた。1990年平成2年10月に経営難のクリスタルソフトエクスタレウルソフトを救済法紙 T&E ソフト大阪開発部を設立。 1986年、昭和61年3月に、東芝 EMI、現ユニバーサルミュージック合同会社より発売された、ファミリーコンピュータ用ソフト、ハイドライドスペシャルの開発で、家庭用ゲーム機へ参入。1990年、平成2年12月にゲームボーイ用ソフトから、自社ブランド販売でのコンシューマー参入を開始した。1991年、 平成3年4月に発売したスーパーファミコン用ソフトニューサンディゴルフシミュレーション1遥かなるオーガスタがスマッシュヒットしたことから徐々にパソコンから家庭用ゲーム系と活動を移行させた。1997年平成9年に資金難で横山兄弟の旧地の中のスクウェアのオーナー宮本正史が資金援助をする代わりに筆頭株主となり後に スクウェア自身も出資する形で、兄弟会社になる。2001年、平成13年1月15日に株式会社、T&E ソフトは、ディズニーと、資本、業務提携を行い2002年、平成14年5月1日に株式会社、t ワン n d ラ r ドとなった。同社は現在、ゲーム開発事業を行っていないが、旧コンテンツ制作部が独立した、 株式会社ディープが2005年、平成17年4月22日に T&E ソフトの商標権を取得し、ゲーム開発を継続した。当時のゲーム会社としては珍しく、会費制の有料ファンクラブ、T&E ソフトユーザーズクラブを運営し、開放紙、T&E プレス及び、機関の開放紙、T&E マガジンを自社内で編集、発行司会に郵送していた。 また年に一度秋の連休頃に、アタックという名称で、ファンクラブイベントを開催していた。会員証も発行しており、当初は運転免許証サイズのプラスチック製であったが、1990年に8センチ CD として、全会員に再発行した。同年7月運営を終了した。会員数は最も多い時で7000名いたと、当時の社長である、横山敏郎が T&D。 E マガジン最終号となる26号において、赤でいる。横山兄弟の兄である、横山敏郎が2003年、平成15年1月に設立した株式、会社デジタルゴルフが、2006年、平成18年1月1日に株式会社ディープを、九州合併し、名古屋支社を設立。株式会社デジタルゴルフが正式に T&E ソフトのブランド名で、 ゲーム開発をしていた。2008年、平成20年1月21日に、名古屋支社の開発部門を株式会社、T&E ソフトとして分社化し、1月30日に、株式会社ドワンゴの子会社ゲームズアリーナが、株式会社 T&E ソとの発行済み全株式を取得することを発表、ゲームズアリーナの子会社化、ドワンゴの孫会社化されることになった。 2010年、平成22年8月には、ゲームズアリーナ主会社のチュンソフト、現、スパイクチュンソフトが、T&E ソフト所在地に名古屋オフィスを開設。合わせて、内藤時広や溝部祐一といったスタッフも、チュンソフト、2012年4月現在は、スパイクチュンソフト第3開発グループ所属となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。